学校行事の三つどもえ。お、文化祭、体育祭、修学旅行。お、うん、どうですか。なるほど、うん、あ、学校これはあれじゃない、みゆくんとしては体育祭じゃない、うん、うん、体育祭か文化祭かな。だってあれじゃん、得意科目が、そう、体育、音楽と体育でしょ、よくご存知で、他の勉強してないの。してますよ。しかもね、俺体育祭実行委員だったから。あ、嘘、俺団長やってた、応援団長。すごいね、うん、え、それ何、応援ってフレーフレーみたいなことやんの。うん、ピンクレディー踊った。聞いたことあるんだそれ。なんかうちの学校は、うん、何々団っていろいろ色がつくんですよ、ね、うん、青団、赤団、うん、白団、組じゃない、紫団、うん、オレンジ団、俺ピンク団。いいじゃんピンク。ピンク団いいでしょ。いい。でピンクって言って応援合戦で何やろうかな、あ、ピンクレディーだって安易に思っちゃって。あもう、うん、色と名前がもう一緒だったんだね。そうそうそう、うん、今はそうですね、まあ踊れますよね。あ、ちょっと、うん、ラジオじゃ伝わんないけど、ちょっと、歌ってみ、やってみる、うん。ちょっとね、変則的なんだよ。うん、いいよ。普通の、うん、ピンクレディとは、あ、もう言ってるけどね、ピンクレディ。ピンクレディの、ペッパー警部をやった、うん。向こうに向かってってみよう。うん、いいよ、行くよ。スタジオに向かって。ペッパー警部、シャバーならへろみたいな感じでしたね。もう原型なくなっちゃった、いきなり。すごいね、それね。うん、一番大事なとこで、うん、ピンク優勝みたいなことをみんなで、うんうん、言うんだ、言う、うん、応援合戦だから、かけ声のとこは、うん、ピンク優勝草刈りまさおいって言ったの。もう意味がわからないね。意味不明だね。すごいね、その応援団ね。うん。その時に、うん、僕の団員だった皆さん、うん、この場を借りて、お詫び申し上げます。謝っちゃった、謝っちゃったよ。本当にあの時はすいませんでした。楽しかったらいいんじゃないですか。残念でした。そうですかね。あと文化祭とか。文化祭は僕、バンドとかいろいろやってましたよ。あ、バンドやってたんだ。ナンバーワンバンドに選ばれて。すげえ、いいな。そう。で、体育館のステージ。モテモテですよね、そんなの。ステージの上で、うん、ああ、青春の日々とか歌いましたよ。すごいね。俺はね、ハーモニカピューって、俺あれ、映画撮ってたよ。あの時、うん、どんな映画、なんかふざけた映画だったけど面白かったよ。全員男でやってたりとかすんのよ。ミュウが監督で、うん、じゃなくて監督だ、みんなでなんか作りながらやってたの、脚本が。あ、でもね、言ってもね、うん、役者だから。いや、俺が一番下手なんだけど。でもね、全員、女の子も男の子、うんうんうん、女の役も男の子がやるんだけど、うん、それがね、結構評判で面白かったですよ、うん、本当に、うん、俺も作ったの、映画。え、クラスの出し物として映画を作ったんだけど、うんうん、あれって難しいじゃん。難しいね。まず脚本とかって無理じゃない？無理だね。俺、結果、某ドラマパクっちって。ほぼ。ほぼっていうかもう、丸々ぐらいの勢いで。まあ、まあ、しょうがないよね。まあ、しょうがないよ、ね。あとは作りですから、ね。楽しかったよ、そういうの。うん、うん、楽しかった。修学旅行はどう？修学旅行ね、俺高校修学旅行行ってないのよ。学校自体なかった、そういうの。うん。だから、ま、自分たちで、なんか計画しては行ったけど。ああ、そうなんだ。中学校。自分たちで旅行には行ったの。うん、行った行った。それすごい、ね。スキーとか行ったね。うん。どう？修学旅行。俺すごいよ、俺の修学旅行。どこ行ったの？すごいよ。何？どこ行ったの？ファームステイ。おお。え？ファームステイ？え、待って、なんか海外にホームステイじゃなくて？うんうんうん。よく聞いて、よく聞いて。ファームステイ。ほら、びっくりしたよ。島根の農家に泊まって。おお。なんで農家なのそれは。ファーム。農業を学ぼう。おお。でも、確かに僕はそのファームステイをしてよかったなと思った。おお。なんだろう。まあ、言うてもさ、うん、知らない子じゃない。そうですね。僕らなんて。うん、それをさ、あったかく迎えてくれる農家のおじいちゃんばあちゃん。うん。本当に人の温かさに触れたなって。いい体験したね。いい体験した。ただね、ただ、その椎茸農家に行ったんだけど、俺、キノコはあんま好きじゃないじゃない。あー、それは痛いね。痛手だね、それはね。うん。で、あー、キノコ好きじゃないんだけど、椎茸農家が、あ、でも、椎茸出されたら食べようと思って、うん。うん。で、行ったんだけど、時期じゃねえんだって言われて、
椎茸ゼロだった。椎茸農家に。ゼロ。まだできてねえんだよ。って言われて、うん、じゃあ農家の仕事何するんですかって言ったら、とりあえず椎茸見に行くかっつって、うん。見に行くだけですかみたいな。椎茸の種みたいなのばっか見て、うん、それをもぎ取るみたいなことしたかったんだよ。できれば。体験したいわけね、うん、農家だからね。ここに椎茸できんだって言われて、うん、ああ、そうなんですかって言って、うん、で、もう仕事ねえなって、なんかおじいちゃんも困っちゃって、うん、じゃあ、イノシシ出るかもしんねえから、棒立ててくれって言われて、なんかしないけど、イノシシ余計みたいな棒を立てて、終わった。終わった。ああ、それ2泊3日ぐらいですか。うん、それね、びっくりするよ。うん。一泊。びっくりした。びっくりした。びっくりしたでしょ。うん。うん。一泊か、うん。意外とできないね、なんかいろいろはね、うん。難しい。いい体験じゃないですか。面白いね。じゃあ、そういうことで、修学旅行に決定決定。いいね。修学旅行ね。修学旅行みんな大事にしてほしい。旅行でね、はい、皆さん楽しんでください。定番は修学旅行ということでね。あら、今日たくさん来てたんですけどね、宮野さんの修学旅行の話を、熱い話を。本当は6枚ぐらい読む予定だったんですけども、今回は1枚でしたね。はい。まあ、こんなね、感じでやっていきましょうよ、これからもね。あなたの身の回りの三つどもえ論争に介入しますので、